機内丸は、かつて、大阪商船の所有していた、貨物船で、機内丸型貨物船の8隻のネームシップでもある。姉妹船ともども、超特急貨物船、太平洋のハヤブサなどの異名を持ち、太平洋戦争では特設運送船として、運用された。日本からアメリカへの貨物輸送は、黎明期には、太平洋を渡って、アメリカ西海岸の諸港に運び、そこから、 大陸横断鉄道によって東部諸都市へと運ばれていった。大阪商船は1909年にミルウォーキー鉄道と提携してタコマ航路を開設したが、これは大阪商船発の沿用航路でもあった。この航路は6000トンクラスのタコマ丸休暇客船6隻と9500トンクラスのマニラ丸休暇客船6隻で維持されていた。パナマ運河会通院後は、 直接、アメリカ東海岸諸港を結ぶ航路が開拓されるようになり、大阪商船のライバル日本郵船が1916年6月21日に、津島丸を第一船として、ニューヨーク航路を開設した。しかし、大阪商船や日本郵船のものを含めた北、アメリカ航路就航の日本の貨物船は、第一次世界大戦後に建造された。 より性能を向上させた外国の貨物船の工人を廃するようになる。当時の日本の主要輸出品で高賃率でもあったキートも日本船ではなく外国船で運ばれる事態となってしまった。さらにディーゼル機関を搭載する船舶の出現以後は既存船の陳腐化が一層目立って世代交代の兆しも見えるようになった。 機内丸も、そういった新しい世代の日本の貨物船の先人を、切って、三菱重工業長崎造船所で建造され1930年6月15日に、竣工した。試運転にて18.438ノットの高速を、発揮したが、速力性能のほかに、合計974.34立方メートルに、及ぶキート専用のシルクルーム6室。 特殊貨物室63.63 63立方メートル、冷蔵貨物室341.41立方メートル、強力なデリック装置など充実した設備を備えていた。6月29日の香港発にて初就航し、7月13日に神戸港を経由して7月16日に横浜港を出港し、7月27日にロサンゼルスに到着。 これまでの所要日数、約23日を半分縮める11日間と6時間30分で太平洋を横断し、新記録を樹立した。ニューヨークへは8月11日に到着し、横浜ニューヨーク間を25日間と17時間30分で航行。ニューヨーク到着時、日本は鉛筆の芯のように尖った船を持ってきたと称された。 機内丸の就航により、行き詰まり関さえあった大阪商船のニューヨーク、航路改善策は功を奏し、良き以上の成果を上げて高速船の威力を見せつけることとなった。また、他社の高速ディーゼル貨物船導入が進むきっかけとなったが、日本郵船のみこの分野では出遅れ、船舶改善助成施設によって建造された N 型貨物船の就航まで待たなければならなかった。 1938年7月からは終点をニューヨークからヨーロッパに変更した欧州航路にも就航。ようやく対応を整えた日本優先の新英戦と提携して歯を競うこととなった。しかし第二次世界大戦勃発と日米関係の悪化により航路は縮小を余儀なくされ、1941年3月15日の 神戸初ニューヨーク業が最後の商業公開となった。昭和16年9月3日に日本海軍に徴用されて特設運送船となり、9月5日から10月11日にかけてカサト選挙で偽装工事を行う。9月20日に入籍後、佐世保陳樹付籍となる。1942年1月のマナド攻略戦に参加の後、6月20日まで、 第2艦隊の指揮下に入って行動する。その後は、ラバウル方面に進出し、8月には、ポートモレス B 作戦中のバサブア及びラビエの部隊揚陸を行う。ラバウルと日本本土間を往復の後、1943年2月23日に、特設運送船、日ユーマルと共に、第28設営隊を乗せて、ラバウルに向かう。 輸送任務終了後、5月3日に第2023船団に加入して、ラバウルを出港し、5月6日にトラック諸島に到着した。5月8日、早朝、機内丸は横須賀に向かう第4508船団に加入して、トラックを出港した。この第4508船団には、機内丸の他に特設水蒸気防寒国が余る。 陸軍特殊船マヤヤママル及び特設級兵船立つ竹丸が加入しており、水雷艇、日踊りが護衛していた。他の加入船も、新英船や優秀船であったが、唯一のネックは立つ竹丸が、ラバウルで低質の石炭を搭載したがために、最高速力が9ノットしか出なくなっていたことだった。速力が遅いと潜水艦に狙われやすくなるため、立つ竹丸を、 船団から除外するか、二手に分かれて国川丸及びマヤヤマ丸を先行させるべきと意見具心したものの、いずれの案も却下された。こういった不安を抱えたままトラック北水道を通過して横須賀に向かうも、第4508船団はトラック執行直後からアメリカのポーパス級潜水艦プランジャーの追跡を受け続けることとなった。翌9日未明2時11分頃、 国川丸に、プランジャーからの魚雷が2本命中するも、いずれも不発であった。午後に入って、再びプランジャーからの魚雷を受け、国川丸の船底に魚雷が1本命中したものの、またもや不発だった。第4508戦団は、偽航路など策を漏して、北上を続けるが、次第に速力に勝る、国川丸及びマヤヤマ丸と、 低速のタツタケマル及びそれに付き添う機内丸は離れてゆく。5月10日4時頃、北緯14度29分統計149度00、分、北緯14.483度統計149.000度、14.48349.000 14. の地点で、プランジャーからの魚雷が命中し、航行不能となった。救援のためタツタケマルが接近するも、 約3時間半後に、プランジャーからの魚雷が、船体後部に命中して降沈した。正午過ぎに、再び雷撃され、船橋全部には、亀裂が走って、沈没の危機が増した。ここに至って国川丸及びマヤヤマ丸は先行して、横須賀へ向かい、日踊りが護衛のため残留することとなった。5月11日朝、プランジャーは浮上して山陰地方と20ミリ機銃を、 打ち込んで止めを刺し、火災が発生した、機内丸は8時27分に沈没していった。機内丸の沈没を確認したプランジャーは、第4508戦団への複数回の攻撃で、魚雷を使い切ったため、紹介を終了して、ミッドウェイ島に進路を向けた。機内丸は7月15日に除籍され、7月20日に、開洋された。関東丸と関西丸は、 大阪商船と提携関係にあった岸本汽船が建造し大阪商船に長期定期要船として提供。機内丸級の純姉妹船という位置づけであり、機内丸級とは幅、使用ディーゼル機関、内部偽装の面などで相違があった。ありがとうございます。